都市ガス株式会社がお送りします。今日はポークスペアリブ、ある魔法で肉が柔らかく美味しい仕上がりになるんです。天谷調理製菓専門学校の協力をいただき、エルパ内のコミュニティキッチンフーディーズハブからお届けします。今日の先生は岡島先生です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。今日から12月です。はい、そうですね。はい、12月といえばクリスマスということで、今月のテーマはクリスマスでいきたいと思います。はい、はい、ということでパーティーにぴったりのレシピを教えてください。はい、かしこまりました。きっとですね、食卓のこうメインになるような、ポークスペアリブを作っていきたいと思います。はい、では早速ですね、ポークスペアリブの下ごしらえから始めたいと思います。まず、火の通りを良くする下ごしらえです。ポークスペアリブ8本です。はい、ちょっとこう大きいやつはこう切り込みを骨に当たるまでこう切っていただくと同じような火の入り方になります。それからフォークで刺して、火の通り、それから味が染み込むようにしましょう。これを一度下茹でします。大きめの鍋にお湯を沸かし、塩、酒、ネギの青い部分、生姜の皮を入れて5分ほど煮出します。はい、では煮出しましたので、はい、先ほど下ごしらえしたポークスペアリブを入れていきます。強火でいきましょう。はい、はい、だいたい5分ぐらいを目安に下茹でします。はい、これをすることによって余分なですね、臭み、脂身が取れますね。はい、はい、では5分ぐらい茹でましたので引き上げて、氷水をちょっと入れた冷水に落としていきましょう。はい、はい、ではこれを冷水に取りましたらですね、手を使って、余分なところ、まあそうですね、ちょっと脂身があったりですね、薄い皮があったりするところ、まあ、きれいにしてやるということですね。はい、これがあとあとお料理の味に影響してきますから、丁寧にここはしておきましょう。洗ったらこれしっかりと水気を布巾で取り除いてください。はい、では次に、ポークスペアリブの漬け込み用のタレを作っていきたいと思います。はい、まず玉ねぎです。玉ねぎ 100g です。はい、そしてニンニク、トマトピューレ、ケチャップ、白ワインビネガー、ウスターソース、マスタード、さらにハチミツ、チリパウダーを入れます。はい、たくさんの食材が入りましたけれども、最後にここに入れる食材があります。ここでマジカル、パイナップルの魔法で肉が柔らかく美味しくなるんです。はい、ここでマジカルアイテムのパイナップルを加えましょう。パイナップル 30g です。はい、パイナップルを入れるんですか。そうです。フルーツを、では蓋をして、ピレ状にしていきましょう。はい、はい、もう簡単にですね、漬け込み用のタレができました。パイナップルをですね、加えるとお肉を柔らかくしてくれる、それから、甘酸っぱいこう味付けがさらに、パイナップルの効果で味わうことができます。はい、ではいよいよですね、漬け込んでいきます。はい、はい、こちらにですね、チャック付きのポリ袋を用意していただいて、はいはい、まずはリブを入れましょう。塩、そして胡椒も適量加え、漬け込み用のタレも入れます。その後、空気を抜きながら揉み込みましょう。今日はですね、フライパンで、もう焼きながら、そして煮込んで、すぐに、味をつけていきたいと思いますので、タレから引き上げて軽く塩胡椒しましょう。はい、はい、この袋に入っているタレは一緒に使えますので、残しておいてください。はい、では焼いていきましょう。はい、フライパンに油を引き、強火でポークスペアリブの両面に焼き色をつけます。漬けだれと水を加え20分ほど煮込みます。
おお、はい、こんな風にですね、あの煮汁がこうだいぶ煮詰まりましたね。はい、はい、これで出来上がりです。わあ、焼き色がついていて、でそしてタレがしっかりと絡んでいますね。ではいただきます。トマトの酸味とそれに加えて蜂蜜やパイナップルの甘みがこう合わさっていて美味しいですね。なんといっても肉が柔らかい、そしてこのボリューム、骨付きというところがまたこれは食卓の主役になりそうで、はい、はい、あの華やかさが出るかなと思いますね。ワイルドな感じでクリスマスパーティーを祝っていただくのもいいかなと。ポークスペアリブ、材料は8本分です。今日紹介したレシピは FBCI と FBC アプリでも公開しています。ぜひチェックして皆さんも作ってみてください。今日はパイナップルの魔法で肉は柔らかく味わいも美味しく仕上がりました。ほんとマジカル。